加藤純一のひろゆきの映画だけど見ました、はい。加藤さん、うまいよね。なんかあの人ね、変な才能あるよね。あの、なんか一生役に立たない謎の才能。とんでもないのが来たい。もう西村ひろゆき革命。タイトルベーシックインカム、もうタイトルはもう決まってる、ベーシックインカム。もう唇が隠れ、唇が隠れが一番いいや。今回ガチっすよ僕。ちょっと唇の位置が、ちょっと唇の位置が上すぎるんですけど、消えてもらっていいですか。顔長い。こんなもんでしょ。よし。一応ね、俺が俺が一応手本にしてるやつこれな。この顔な。この影をどう描くかだよな。この顔なんだよ、この顔。鼻は線ではなく影で表現するわ。どうその表現力。なんでこいつこんな光当ててんだよ、めんどくせえ。潜在写真見て撮れよ、正面から光当てて。なんでこんな斜めから光当ててんだ、こん時のひろゆき。クソめんどくせえ。ああ、もうすべて台無しになる。なんて唇してるんだ。俺に描けない唇があるだなんて。なんか広い、まあまあまあ、見方によっちゃ広いでしょ。ここまで良くない？ここまで良くない？いや、ここまではいいでしょ。普通に良くない？これ誰って言われたらさ、7割ぐらいの人間が西村博之じゃねえかな、これって。思うレベルまで来てるでしょ。さあ、ここからだよ。ここからが難しい。ここマジで最大の難関、目。博之のあのさ、人を小馬鹿にしたような目を描くのが、これ極細できてえな。いや、視点を決めよう。鼻の付け根プラス、ここスタートでしょ？で、平行で、ここスタート。で、これが一番似てそう。これが一番、この点が一番西村博之が表してるけど、俺はこんな漫画チックに描きたくねえんだ。似てる似てきてる。いや、こっちの目完璧。あなんか良くない。ちょっと良くない。いや、鼻もうちょい下かな、これ。鼻ここら辺にあったらいい、もっといい感じかもね。鼻がちっちゃいな。ちょっとせっかくここまで来たらやり直す。めちゃくちゃ似てる。めちゃくちゃ似てるじゃん。これいいでしょう。
お、涙袋も描こう、涙袋も描こう。いや、涙袋描くのめっちゃむずいんだよ。はい、失敗したと。ま、でも、ま、これいいでしょ。そんで、な、フランスの国旗を後ろに描こう。青、白、赤だよね。いいね、なんか。なんか申し訳出てるのに体もつけとこう。こっから先は、みんながやってなっていう。よーし、できた！そんで、な、このフランスと日本を結ぶぞって真ん中には日の丸で、真ん中日の丸！これ深いよ。めちゃめちゃ深い絵だよ。できた！これちょっと値段いくらつくか超楽しみ。タイトル。ベーシックインカマー。これいくらで売れるか、ちょっと店頭に立つか久々に。これは売れるぞー。うわー、くそ。1126。まあいいでしょう。10万円で売れました。ベーシックインカマー、なんとお値段1126ドル、最高の値段で売れました。11万で11万。西村みなみか。なにこれ、これどうやって、どうやって作ったのこれ。アイスこんな顔しねえだろ。アイスこんな顔しなくねえか。これどうやって表情まで変えれんの今のフォトショップって。こんな西村みなみ見たことねえぞ。なんだこの絵、実に興味深いな。実に面白い。なんでこれ、表情変えてんのこれ。どうやってやってんのこれ。おい、これ、技術部ができたぞ、技術部が。加藤純一技術部。こんな険しい。親が死んでも西村ゆきこんな顔しねえぞ。ひろゆきホルダーを潤ってるぞ。まず、サムネは、サムネこれでいいよね。お、こんな気は、初めてじゃないか、怒った。見たことは何に怒っているんだよ。お前は。これの、この戦血が流れるぞ。この戦は血が流れるぞ、みんな。心してかかれよ。これはやばいことが、予兆がする。この戦で流れる血の数、血の量、想像できねえな。覚悟しなければ俺も。俺も弾取られるかもしんねえ。これも使いたいな。ああ、もう使いたい！これも全部！これも使いたい！これも。これも、これ、なんかさ、大名の側近だ。これ出てきたら、やべえな。殿つって。あの、延暦、なんだっけ、あの、なんだっけ、謀反が起きた時にこの顔してほしいわ。謀反が起きた時の顔。準備してる、もう。俺でこれ、これ携帯の俺待ち受けにするわ、この顔。しばらく。表情まで変えられるとは思わなかったなぁ。死んだ時は、これで、
あと一個、ひろゆきの顔は多分送られてきてんじゃねえか。この猫さん可愛いなぁ。おい、ちょっと待ってくれ。これ、俺、ツボなんだよな、これ。これ、この西村いるわけ、ほんと嘘だと言ってくれよ。この表情出せなくね？人に。この表情、人には出せない。機械の良さ。機械の良さだな。これ今回相当精鋭部隊だぞ。脇役誰一人いないぞ。ゲルゲですら良かったからな。オッケー、早く見たい。活躍もう頼むからさ、知略すごい90とかあってほしいわ。ゲルゲ